プリンチペアメデオ級総甲艦は、イタリア海軍が建造した総甲艦の艦級で一等総甲上機フリゲートに類別された。一番艦の艦名は、当時のイタリア国王、ビットリオエマヌエーレ2世の次男アマデオ1世に、ちなみ、二番艦の艦名は、リッサ海戦で優先して戦没したパレストロの艦名を襲名した。本級は1865年4月時点で、 建造中であった、ローマ級に二隻の建造が承認され、引き続き国産総交換として、自国で建造されたクラスである。機関は、ナポリとジェノバのアンサルド社に発注された。本級の船体材料は鉄製であるが、当時のイタリアの鉄製造能力から全鉄とはいかず、鉄骨木飛行像であった。航行するプリンチペア・アメデオを描いた、エボン級の船体形状は、 艦首水面下に昇格を持つ平甲板型船体に、搬送用の3本のバーク型マストと中央部に、伸縮式の1本煙突を持つ、当時の一般的な装甲艦の形態である。本級は防御面において全球よりも強化され、船体の側面は 150mm から 221mm 増圧されたが、その一方で砲角部は 140mm に減圧された。 司令塔は最圧で6 1ト、mm、ルであった。本艦に搭載された主機関は船体中央部の主要防御区画内部に配置した石炭線昇園艦6機にレシプロ機関1機一軸推進で最大出力3130馬力で機関航行のみで速力12.0ノットを発揮した。燃料の石炭は580トン搭載された。ありがとうございます。